どうも、ジャーメメです。今日も解説していきます。まあ今回も左側ですね。パフェ済みと TSD でパフェが阻止された。まずこれは2ライン消しを挟むんで、一応穴バラが来ないようにしたけど、てか、下切ろというかしましたね。穴バラが来ない立ち回りを最初からしていくと。最低2発分総裁外せなかったんで、これは有利かな。さあ有利だけど、まだ決めきれるというほどではない。テトリスで、いやーこれ相手相当穴バラいってるんで、これ超有利ですよ。あ、この有利をどう生かすか。もうその有利だと見て、どんどんもう T スピントリプルとか打ってますね。で先読みして、ここでさらに TD アタック、これは強い。これはいい TD ですね。でしっかり1ラインも総裁外して、また T スピントリプルと非常に火力が高い。これは比較的いい積みだったな。相手見つつ、まあ、火力重視の積みに変えてたんで、かなり良かったですね。あ、これは穴がいい。Tスピンミニをしっかり BTB で入れて、ライン送りながら先読み。一回削ってからTスピンダブルと。まあ、よくある削りのパターンですね、あれ。あ、こうちょっとシングルで妥協したのが痛い。穴バラ少し送られたけど、まあ1ラインなら大丈夫でしょ。ここも穴バラが来ないようにしっかり総裁外して、総裁外していって、もうしっかり外して、まあ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 問題ないですね。これは穴もそんなに悪くはないので、しっかりテトリスで掘ってからティースピンダブルと。有利ですね、これは有利。先読みして T テトリス T スピンダブル。さあどうだ、相手は掘れるか。あれ間に合うか。間に合いそう。間に合った。これで5分になったかな。あのテトリスまで間に合うのは強い。しかしここで俺がまた掘れるんで、ジェイミノまで掘れるのはさすがに強い。しっかり総裁外して、相手アイミノが間に合わないんで、だんだん有利になってる。しかしここで俺もちょっと火力不足だぞ。火力不足の上にちょっと地形が微妙、あまりよろしくない。しかししっかり T スピンダブル、テトリス T スピンダブルと打って、決めにかかろうとしたいけど、これ Z ミノミスった。 Z ミノの置きミスのリカバリーを STSD にするが、若干地形が怪しいことになってる。おっと、 T ミノをミスって諦めたのかな。まあこの地形俺火力出るんで、まあ T ミノあそこでミスったら確かに致命傷ですね。まあでも俺が置きミスするかもしれないっていう可能性にかけてワンチャンかなっていうぐらい。まあでも大体きついですね、ああなると。はい、今んとこは五分です。
しかしここで地形的に有利になったな。しっかり総裁外して、しかしテトリス間に合う。ギリギリ間に合いましたね。これは微妙。これは不利かな。不利ですね。このジェミノのミスも痛い。しかしテトリス間に合って、 T スピンダブルがそこで間に合わないのがやばい。さあシングルにしてなんとか掘りに行こうとするが、 T スピンダブルこれは間に合ってないですね。多分おそらく競り上がりで突き抜けて T スピンダブルになったパターンだと。まあきつかったですね。まああれが間に合ったとしても結果的に刺さってしまうぐらいの厳しさではあったんで、まあ、自利品ですねあれは。さあこれはしっかりエルミノまで掘って、ゼットミノまでは削らず。さあこれ迷ってる。うん、ちょっと難しいですね今の。しかし相手もそんなに火力が出そうな地形ではないので、これはまだいきますよ。しっかり掘ってアイミノ、ジェミノまで。ここにシングルにするのがコツです。シングルにするとテトリスにできるんでシングルにします。でここ、千鳥格子、千鳥格子という技で T スピンダブルから T スピンダブルの先読みをしていくと。で相手は、置きミスしてたのかな。そのまま千鳥格子からの連で決まりましたね。まあ、単純に強かったっていうのもあるけど。でもう一個見ていきましょう。やっぱり千鳥格子強いですね。火力が高い。さあこれはパフェがなかったんで普通に行きますね。ジェイミのミスった、それは痛いぞ。うん、それはどうだ。できるだけ積み込んでなんとかしようとしてるけど、なんとかなるかこれ。さあきつい。なんとかアイミの間に合って、いやそれ埋めると刺さる。うん、きついですねこれは。さすがにきつい。ジェイミノミスった時に他のミノの置き場所をもうちょい良かったとこがあったような気がする。まあ、その置き方が敗因でしたかね。ちょっと焦ってあまりいい場所に置けなかったような気がする。さあこれはどうだ。さあこれ TST でリカバリーした。これはまあいいリカバリーかな。比較的いいリカバリーだと思う。さあ TST でこれは有利に見えたけど相手の穴がいいんでそんなこともないです。しっかりテトリスにして、あーまあ5部かな。5部ですねこれは。さあドネイトからテトリスと、これで有利になった。しかしうまいドネイトがあまり見つけられなかったね今の。まあしっかり総裁外して、まあこっちもピンチなんですけど相手の方がもっとピンチなんで、まあ強気の総裁外し、まあ状況判断力、まあ自分が辛くても相手の方が辛いと思えば総裁を外していく。しっかりやっぱり凝視するの重要ですね。
デュラミス。ダブルミラー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 。さあ、これは1ライン消し、1ライン消しで、まあ2ライン消しで1ライン送るんで、相手に穴バラが結構いきましたが、まあそんなに影響はなかったですね。さあ、これはダブルダガーから、テトリスもあるんで強い。さあ、これは相手の歩みの刺すのを待ってしっかり2連発打って刺していくと。まあ今のは完璧でしたね。相手歩みの刺す以外方法なかったんで、しっかり待って刺していくと。さあ、これは DT4、 この特殊な屋根ですね。これでも屋根になるんで、こういう屋根の付け方もあると。さあ、しっかり回転入れを駆使しつつ、いい地形にして、これは有利だが、さてどうだ。2連発打って、いやでも相手も全然まだいけるな。さあ、これはもうこの今の状況は五分ですね。うん、完全に五分です。さあ、どうだこれは。さあ、ここでちょっと有利になったか。いやー、でも耐えるか。あれ、耐えそうですね。しっかり火力を食ってるけど、折れますね。あゆみの、ジェイミの、おっと、あゆみの、あれか、保留したのか。そこであゆみのを刺すために、あゆみのを使わず保留してましたね、相手。しかし、これ、こちらの地形もかなりいいので、これは火力で押しましたね。これは強かった。相手の保留も全然悪くなかったんだけど、こっちの火力がそれを圧倒的に上回った感じですね。まあ、こんな感じで。あ、今日もお疲れ様でしたと。あ、もしよろしければね、まあ、チャンネル登録の方と評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。